さあ、つくよみよと。避けられぬというのなら。お、キンマいいね。さあ、相手方ね、HP 低いんで、まあ、S5 と。お、定数計算こんばんは。いつも、あざます。さあ、これ、キンマ強いよ。さあ、相手方、17歳と。お、ここ、春秋はあっちいか？さあ、成り打ちで。さあ、これでね、召喚、コンボ、狙っていきますよと。さあ、ウィブ。まあ、ウィブは確かに強いんだが、金まで、カットしましょう。さあ、どっち？馬。そっち、そっちか。微妙いね。まあ、金馬置いといて。金馬置いて取られて、ややきつ？コンボ一回使いたかったね。ノート来ないと大出し結構きついからな。最初のブランジェッタは、そこか。いいとこ出たな。いや、いいとこ出たね、相手。マジか。どうしよう。きちいな。S5 だもんな。いやー、ちょっとこっちから行ってみるか。本格されるんすけど、まあ自分もインサイド潜ってってなんとかしたいけど、きついかな。ノート来ちゃったか。まあこれ負けっすね。お、しかしペトラ来た。まだ参るか。インサイド入る。インサイド入ってペトラ取ってきて、意外とね、これ相手 A の4根掛けできるんですけど、自分がね、A の、3から動線組んでいくんで、意外とね、相手コンボ使うの遅くなるっていう。これ左上 X がコンボスキル強いと、割とあるんですけど、あ、それダブコンなんだが。ダブコンだが、自分もダブコン使うと、相手もダブコンっていう話する？でも、こんなこと言ってらんないんで、もう殴りと。まあ、金はまだギリいるからね。なんとかなんないかな。相手もこれ、大出し発動だもんな。まあ、金馬のカットに期待しましょう。4000、2000。いやー、ちょっときついか。物次第ですね。お、耐えた、マジ？やってくれるね。これは強気なプレイが功を奏した。まあ、回復してきますが、まあ、バイセンも残ってるし、メイティスいるんで、行きましょう。うん、結局ね、相手の方なんか A の4で混獲してきたけど、まあ、結局ね、使えないっていう。意外とね、B の4の手はありなんですよね。ショテペトかな。ただ、ショテペトは X 値やってもコンボスキルないのが痛いね。と考えると、初手はこいつでもよかったかも。ライラ。毎回ね、あの引きなら最高ですね、オセロニア。さあ、メリクリやっといて。これむずいな。こっちかな。さあ、攻めていくんだが。これ、神タイプのシアンなんでね。さあ、相手の方は罠と。ほう、ノートいいね。さあ、ノート行きましょう。あら、罠ごと反応しないか。まあ、特殊罠ですかね。で、シアン来て、どうなるか。おお、そっちか。なるほどね。それはだるいの。シアン一回控えてきたか。まあ、後打ちでも間に合うっていう。あ、回復はな。へぇ。ベランジェール入ってんのかな。ちょっと怖いっすね。もしかしたらベランジェールがいるやもしれない。ちょっと盤面がこれやばいね。さあ、シアン来まして。
ちょい盤面まずい感じ？ちょいまずか。投矢強えな。投矢強いね。まあ一応アンチヒールいるんで、なんかやばいやつ置かれてもアンチヒール一旦効くんすけど。ですよね、そういうやからいるもんな。とはいえか、さあこれで相手の方、回復は、反転よと。で雷撃ぶっぱで自分は回復しますよと。でメリッサコンボがどうなるか。さあこの罠なんだ。私に続きなさい。受け切れるかな。まあ受け切れるか。ちょ回復なんていう可能性もあるんですけど、アンチヒールあるんでそこは大丈夫ですね。あ反応しないで雷撃と。 OK。 さあ召喚どこに出ますかね。さあミラーマッチ同じ S5 かな。あ今後の貫禄強いですか。どこから結構シノノメ派とあの貫禄派分かれそうかな。そっちか。まあ取られちゃうよねっていう。まあいいでしょう、ナリチやっといて。逆にこれあの召喚そこに出たんで、だいたい D の6に来るよと。だいたい D の6に打たせまして、でゴリ押ししたいね。うわノート、ついに来ちゃった。ついにノート先生来てしまいましたか。メリークリスマス。まあ金馬行く。そろそろ戻るか。さあ金馬打っといて打点出しつつ回復と。さあこっから矢筒ね、うまく取っていければいいけどどうですかね。じゃあお空風の凛か、ね、そこか。さあすーちゃんナイス。矢筒取りたいけどちょっと一回数で。もしノート制限されたらオーダー C きつく、まあ、なりますね。オーダー C はまあ英語までカバーできるかどうか。さあ雷撃攻め、うわ強い。まだ相手2000回復残ってんのがいかちいな。まだ金馬ギリ効いてるんだが、C の6からいけるかな。ちょっと苦しいか。ウィーブ置かれちゃったか。これやばいっす。もっとお菓子をもらうのです。必須。これはライフバー強くしたいから、まあ逆にこうだね。受け取って。星の恵みで。これ次ティスいけねえか。8200だもんね。まあ多分耐えられると思うんですが、あきついギリ。まあほぼ最大打点のメイティスですけど、まあオーダーシーもあるからいけそうかな。いきます。オッケー。これ勝ったのでいけ。金馬強かったね。マーポンさんこんばんは。さあ初手アンチか。これはラッキーか。そうでもないか。さあしかしねこっちも、捨てていって、お互い捨てから入りますよと。か
カジキチャンネルさんこんばんは。昨日考えたエイプリルシアン、条件を、あ、竜6枚以下と。なるほど。竜6枚以下は一応竜6枚できますけど。以下と未満は違うんで。竜6ギリできるって感じ。埼玉タイトシールドで使ってきましたね。17歳を。さあ、HP ね、ほぼ一緒なんで、まあ、同じ S5 デッキかな。さあ、相手も、ノート打ってこられまして、結構大変よと。石たちの力で。ほう。そうなりました？サクッとペトラかな？どうかな？まあ、サクペトやっとく？サクッとペトラやっていくんだが、意外とシールドがいかついな。これ次アンチ欲しいな。引けるかな。さあお互いにね。お、かっこいい。なるほど。ゾノバッチ召喚。うわー、なんかえぐいことなってんな。うま、まあ、シールドあるんでちょっと回避気味にいきます。さあこれお互いにあのオーダー D はまあしっかり発動よと。相手もねアンチヒール切ってるんで、まあ、こっちがねアンチヒールされることはないと。さあこれどうするんでしょうか、どうするんでしょうか。一応シールドあるんで、ダブコンをね、許容するっていう手筋もありましたが、さすがにね、のんびり角と。おアンチヒール遅かったね。ここでのアンチヒール世界最弱じゃない。どうしよう。しゃあねえか、ちょっとシールドだけ剥がすか。矢筒のコンボスキルだけ、剥がしておいて。これ間の方 C の位置から暴れてくんのかな。結構それやだね。そこスーちゃんか。なるほどね。いや音強い。いてー、終わったか。回復入りますが。おお、こっちもスーちゃん引く。あると弱かったか、暴れてよかったかな。これぐらいかな。ちょっとライフバー抑えます。まあでも抑えてもトリプルコンボだしな。取ってライフバー上がるのと、取らないでライフバー下げるけどトリプルコンボっていう感じ、まあ、耐えれば勝ちっすね。とりあえず回復は入んないんで。トリプルコンボさすがにきついか。ライフバーこれ4000はいかないけど3000後半はいくよね。あ、それはどうなの？耐えそうだけど、こっちが飛ばせるかっていう話か。とりあえず反転。いや、ウンディーネ熱いか、これ。これ、枚数返しいけないかな？いや、枚数返し届かないか。これ、枚数返し届かないこと判明しました。じゃあ、ここしかねえか。え、いけ！オッケー。ギリギリ飛ばしてく。助かりました。何？無惨パイセン？これはアンチヒール大事だね。HP 高えな。そんないく？まあ、全部神 S かな。お名前がガクトさん。これは狙ってんのかな。なんかガクトさんさ、なんか無惨のコスプレやったことありますよね。なんか動画上がってたよな。そういうこと。さあこれアンチヒール大事ですね。まあ、ルラはいるとしてどうかな。こんなに HP 高いから全部神 S だよね。さあ馬が来てしまいましたよと。まあいいでしょう。月読みなら2体目来ても使えるけど、フルフレアは、まあ、流血の方はね、そうですね、流血やんないとなかなか、まあ、厳しいんで。月読み進化も地味だけど強いからね。お、さあ、ブランジェッタ置いてきまして、これでまあ、オーダー C は、まあ、硬いでしょっていう。お、スーちゃんはこれは召喚すると強いね。まあ、普通に行きますか。普通に行きましょう。まあ、この段階でも1300か、まあ、なかなかいいね。で次アンチかな。アンチ打ってスー打って、吸収阻害します。
さあ相手の方は、まあいい感じに手駒回ってますよと。おっと、非常に強い。それはサンチやっといて、まあ、ブランジェットのね、召喚するゾノバの吸収も反転しましょう。お、いいとこ出たね。え、そこいいね。D の3はいかちいな。いや、そこ強いか。反転術式。うまか。こっち通かな。ちょっと相手のゾノバ取りながら行きます。ほとほとお前には失望した。まあ、X でもよかったかな。でもルラ来そうだよね。おい、エンドが、エンドが入ってる。まさかのデガちゃんで反転しますよと。で、毒食らう。共に行きましょうか。金馬ちょっと遅かったか。ペトラかな。これ以上私の機嫌を損ねない。まだ相手 S ゴマ打ってないんだよな。ルラ、まあこれは金馬残ってるんで、まあそのための金馬残しっていうのもありますね。うん、優しめにしとくか。相手の方これオーダー C 作れるんでね、これ無理やり C の5があるんで、ちょっとここはあんまりライフは伸ばさずいきます。うん、で罠来るんですが、まあ金までいきましょう。さあマイティ、反射来るんですけど、受け切って、飛ばした。 OK。 これ以上は自受け取って。ユウさん、 S 爆に金馬を入れる理由って何ですか。HP 高いっていうのと、まあやっぱなんだかんだね、防御が強いっていうのと、あと神ターンを一番見てますね。あの月読みデッキそんなに神ターンに強くないんで、まあそこをね、弾ける一因ですわ。さあ馬を打っとくか、それとも、まあ、馬を抱えるか。もう一枚馬来ると結構めんどくせえから、まあ、一枚は切っとくか。もう一枚の馬は抱えます。まあ、あと金馬コンボ強いし、メルベ対面も、まあ、相手に召喚してるんで、まあ、金馬のコンボは圧力になりますよと。さあ一旦のんびり春秋先生かな。ちょっとこれスピード間に合ってねえか。ブランジェットとダブルで入れるのありっすか、なしっすか。まあありっちゃありだけど、まあ片方っすかね。両方入れるとちょっと軽くなくなっちゃうんで、特に S5 だと両方召喚はいまいちかもしれないです。受け取って。さあ痛いよと。うわ、もう一枚うまく来ちゃったか。まあしゃあないっすね、そういうデッキなんで。さあここ一旦メリッサ打っといて、さあ次アンチ置ければベストではあるけど、引けるかな、どうかな。いや金馬勝てんだよな、マジで金馬マジで勝て。さあノートは世界最強なんだが、相手の金馬もねだいぶ強いんで、さあノート置いといて。トモさんこんばんは。あ、今日であれですか、オセロニア、ちょうど、1周年と。おめでとうございます。さあ、X どうかな。 XBV はきついね。まあ、取るしかないかな。まあ、金馬くれば頑張れる。お、あ、金馬。いや、ちょっとわかんねえ。ちょっと待って。これむずい。いや、金馬打てばいけるか。ちょっとこれで次数でぶっ飛ばします。雷撃あるんで、まあ最強の一手は F の2かな。いや飛ばせるかな、ちょっと苦しいか。 F の2、それはねもうトリプルコンボなんで、まあ多分飛ばせると思います。まあ金馬入ってますけど、 F のね、
F の2に来るとこっち1枚返しなんでね、 C の1が。これだと3枚返しだから。まあ、多分いけそうなんですけど、どうですか？どっち強い？まあさすがにこっちか？と、ノートコンボも自分のキャラ多いんで、強いと思うんですが、まあ、こっちかな？よいしょ。OK。伝えた方が、メルベと。メルベも人気高いよな。うわ、S5 だ。これは。これは孫うことなき S5。さあ、これなんですが、まあ、ちょっと変な罠置かれる前にペトラ撃っときましょう。罠来るとね、だるいんで、まあ、代償も相まって、まあ、きついよと。さあ、S5 メルベか。B5 は何かな。ちょっと怖いね。怖いのー。何？馬か。どうせ馬撃つんだったら初手が良かったんだが、まあ S5 だしロックはいないかな。ちょっと抱えながら行きます。次金あたり来ると結構楽だけどね。まあ毒とか吸収がメインなんですけど、まあ一応ねコンボスキルフェルグ特殊持ってたりするんで、さあ村正手厚いね。さあ、どちらがね、多く S ゴマを打てるか。さあ、スーちゃんナイス。まあ、サクッと打点出す。まあ、村正いるんでね、ちょっと軽減はされているんだが、あとは、まあ、コンボ封印かな。コンボ封印注意よと。削り早えな。まあ、ペトラス打てばこんなもんか。ただね、こっちももう、バンバン、火力系の S 使っちゃったんで、あとはもう A ゴマで飛ばすよと。さあ、相手方普通に来ましたね。特に X 打ちではなく、B さんと。おっと、うまうまなっちゃったか。これはまあしょうがないですね。片方打ちましょう。まあね、S5 やってるんで、まあこういうこともありますよと。まあバスバリ貼ってあるし、そんなにね、焦んなくてもいいよと。さあ問題はコンボ封印。さあ一旦マナ。まあ大体マイティではあるんですが、さあノートナイス。ノートで、まあ罠ゴマ吐かせればいいけどね。行きましょう。うん、オッケー、マイティ剥がしまして。さあ、ここよ。ここの、X 値が何が来るか。まあ、さすがに、あ、そっちか。そこフェリグね。まあ、確かに、そっちフェリグの方が熱いね。さあ、意外と HP トントンよと。あー、アンチヒールか。いや、アンチヒールはどうだ？まあ、ちょっとそんなことやってる場合ではないかな。アンチヒール。まあ、ティスか。ティス打ちましょう。さすがにフェルグは取らせてもらえまして。フェルグ取るよと。メルベ、村正、マモンとか、とうとう。お、そこか。まあ、一応取れますけど。金馬、いいね。まあ、ロックはいないっしょ。さすがに。ロック来ると悶絶するんすけど、どうすかね。これでとりあえず相手の、桔梗姫のコンボスキルは、まあ、多少カットと。毒入るっしょ。だから1万弱 HP。で、まあ、9000。まあ、飛ばないね、これは。だから、まあ、ロックが最強なんすけど、まあ、相手、来ませんよと。これ、吸収入るともしかしたら飛ばせなくなる。6000か。この手駒じゃ無理だね。ん？いけるか？あら、ちょっとこれ怪しい？あ、でも大出しやるか、まだ。じゃあ一番アタックの高いこの春脇で。春脇はアタッカー。さあ、いけますよね。OK！ うわ、初手ノート。これやばいか？さあ、よろしく。お願いします。クレセントさんがこんばんは。お久しぶりっす。さあ、成り打ちへ来まして、矢筒は取ろうかな、とりあえず。お、さあ、こっちもね、頑張ってノート引き入れましたが、まあ、相手がね、先にノート打ってるんで、それがどう影響するか。さあ、馬と。
さあ馬来まして、まあノートかな、ノート打って倍勢 E の1とかですかね。さあこっちも馬、引いてきまして、さあノートぶっぱよと。ただ相手の倍勢コンボも結構怖いね。ペトロとかね、スーいれば結構 E の1から殴りはありっすね。 A さんこんばんは。月読み使ってて先行の時初手ノート、なりノート、僕 F3 ノート派っすね。さあ金馬熱いからこれはちょっと E の1からはいけないかな。ほう、ペトラ、いや悪くないんだが、これむずいな。ペトラかな、防御打たれてる時にあんまり代償を食らいつつ行きたくないけど、一旦これやっといて、ペトラ取る、その駒取る、どうかな。ペトラは取ってくるでしょ、さすがに。どうにかして、まあ、金馬いるから取ってこないパターンあるか。いやさすがにそれは、あ、取、マジいけるってこと、それいけるか。それいけるってこと、ちょっと待って、こっちでいっかな。ちょっと F の4も考えましたが、雷撃やっとくっしょ。結構自分 HP 回復するから今 F の4から待ったけど分かんなかったな。オッケー、殴ってきてくれる分には歓迎よと。これスーちゃんいける？まあスーペトロ信じるか。あ、ちょっと音弱いか、危なちょっと怖かったね。オッケー、助かりました。お、またしてもアマテル君、うわ引き素晴らしいけどちょっとむずい。実は初手ペトで、月読み持ってるけど、あ、メリッサと、オイフェないと。オイフェって今どこで出るんだろう、もともと強駒っすよね、オイフェは。あ、メリッサはね、普通に強駒だと思うんですけど。あ、漬物石さんこんばんは、お久しぶりっす。流年、中さん、こんばんは、初見ね、あざます。ぜひね、チャンネル登録していただけると幸いです。さあこれ間の方はアマテル君 B の3に置いてくるっていう感じですかね。 B の3でまあコンボスキル狙っちゃおうぜっていう、そういう作戦かな。リーサさんこんばんは。お、一回罠様子見。さあ馬が来てしまいましたよと。まあいつかは来る馬、カプセルのね、そうですね、あのキャラクターちょっと似てますよね、フェルグに。なんか中華マフィアみたいなそんな感じしますわ。でここでアマテル君ぶっぱだからそれ取るしかねえんだよな。罠駒ないからねこのデッキ、まあ取るしかないんですが、ここのアマテル強えよな。うわ、うまうまになっちゃった。まあしゃあないよね、そういうデッキだから。まあ、馬1枚使いましょう。ちょ、ここで、さすがに、スーちゃんはもったいないかな。いや、でもスー打ってよかったかな。いや、ただ左下に強いの置かないと、やばいもんね。さあ、ルラ来るかな、これは。お、そっちか。ウィルボスかや。春は騎牌戦か。いや、ここむずいね。春巻き打って、B の1に置いて飛ばせるかどうかっていう。これはコンボスキル弱いんで、相手 C の5でしょ大体。あー、東屋か。そ、東屋だるいね。ノート様子見でいっか。コンボ使えねこれでトリプルコンボ目指します。ラブコンかな、トリプルは無理か。さあチュッチュしてくるんですが、
これでオーダー C いけるんでね。もっとお菓子をもらうのです。サダルメリクを与えよう。時間切れかな。 OK。